どうもこんにちは、太郎です。今日はアカシックリコード、こちらのストーリーをやっていきたいと思います。今回ね、何を思ったか、私ダジャレからスタートしようと思ったんですよ、アカシックリコードで。でもね、アカシックリコードでしょ、長いんだよね、難しい。で、考えた赤栗で考えて、なんかないかなと思って、全然ね出てこない。アカシックリコードのダジャレか、あら、しっくりこんの。はい、ということでアカシックリコードをかけるグリムノッツ、こちらやっていきたいと思います。まれびと来たりぬ、いきましょう。何選べるのか、アーミリカちゃんがいいかな、かわいい。はい、ということで、アーミリカ使っていきたいと思います。いくぜ、かぐやを連れていくぜ。人は物語を作る生き物である。語られたストーリーは数え切れず、時を超えて輝く作品もまた多い。だがそれらすべての物語が一つ一つの世界となっていることを知っているものは少ない。あ、確かにね、繋がってはいるんだろうね。悪魔の書架というものがある。人間の作り出した物語すべてを管理保存する場所。管理人、本の悪魔は物語によって作られた創造世界、作品世界を見守っている。だがその作品世界を犯す者がいる。でも、それは私たちには関係のない話なんですよね。いえ、それどころか互いが管理することすらないはずだったんです。でもなんでこんなことになっちゃったんでしょう。そんなわけで。なんや。変な夢見たわ。変な夢を見たね。お前もか。まさか、お前もか。お前もか。4人がみんな同じ夢を見て、起きたら見知らぬ場所に来ている。夢の中か、これは。また厄介ごと。女神の力なのか、これは。すごいな。勘弁してくれよ。タオがめっちゃ困ってる。勘弁してくれよ。でも、キュビレイもいろいろ大変なんだと思うよ。お断りよ。キュビレイに厳しいな、こいつ。どうします？逃げろよ、全速力で。後ろから誰かが声をかけようが、一切振り向くことなく。マジかよ。行くわよ、準備はいい？了解。バッテン承知です。はい、です。はいよ。お前らも、意志が固いな。団結力がある、こういう時だけ。うわぁ、ヴィランだ。くるーん。こっちにも、もう囲まれてるのか。マジかよ。ちょっと待って。そっちから持って。先立ってるけど。くらー。くるくるくるくらー。大丈夫か？群青じゃないと。アメリカの必殺技使おうか。これでどうじゃ。強いよ。強いよな、こいつ。ヘザマズキなさい。ヘザマズキなさい。ヘザマズキなさい。陽気に計らう。オッケー。やっと全部倒した。雑魚ばっかりだから良かったけど、数が半端なかったな。数で分かるのか。むしろこれは。このヴィランもさ、もしかしたら俺はキュベリエが出してるんじゃないかと思い始めてるんだけど、大丈夫？足止めしてみたいな。キャン、覚悟しなさい。いきなりお尻を叩いたの。俺にやらせろよ。お断りよ。私の目はごまかせないわよ。このヴィラン大群、カオステラによるものじゃない。なぬ？ストーリーテラーがそれを排除した時に起こる現象。
おー、羨ましいぞ、それは。人工呼吸。あくまで人工呼吸。切羽詰まってるか、焦ってるというか、混乱してる？ストーリーテラーが？くるくる言ってるやん、今日も。とりあえず、ここらまで案内して、話の続きはそこよ。のんきや。はいはーい。結果がありますから、ヴィランもやってきませんよ。一体何があったの？ちょっと待った、なんでしょう。なし崩し的に巻き込まれる感じで、確かに。パターン入ったね。この手のパターンというのは絶対面倒な目に遭うのよ。その前の時も、その前の時も、その前の時も。そうだよ、調律の巫女だろう。頑張ろうぜ。おふざけは禁止。俺も女神っての忘れてたわ、今。今、かろうじて女神の祝福があるからさ、ちょっと信仰心があるけど。これでお母さんの頑固さ。実はこれ見て同じことが言えますか？あら。なんだ？レイナのこと分かってきたな、こいつ。いるわね。物で釣るか。冷静だったね。なんと食い物の誘惑に、誘惑を跳ねのけた。お、成長したね。俺も絶対ダメかと思ったよ、もうレイナ。後で体育館が職員したら、これ。説教が待ってる。大丈夫？助けてあげようよ。あんた甘すぎるわよ。きっといろいろと頑張ったんだと思うよ。そうだよ。俺は嫌いじゃないぞ、呼ばれるの。異なる世界がぶつかったんです。別の倉庫？そんな次元ではありません。なんと、コラボね。コラボね。女神の力でも不足もできません。怒ってしまったとしか言いようがありません。爪の先程度です。しかし、異なる法則の世界との接触は、わずかでも、甚大な影響を与えます。なるほどな。なるほど、それでストーリーテラーが拒絶反応を起こしてるんですね。嘘の倉庫に入り込みました。今はその倉庫のみ混乱に収まってますが、この状態が続けば。勘弁してくれよ。世界単位の話なんだ。どうすればいいの？様々な倉庫に存在します。その倉庫すべてを同時に観測し、かの者たち、来訪者が現れた倉庫に皆さんを送り込みます。そこで来訪者たちを捕まえて元の世界に返せばいいんだね。いいんじゃない？それでは早速。ちょっと待って、その前に。何でしょう。気になってたんかーい。お前。さすがやで。おいおい。ただでは帰らんと。ドン引きしてるやん。はい、じゃあ、対戦悟空。行きましょう。グリムノーツの世界の悟空とはちょっと違いますね。悟空で悟空使うのっていいのかな？悟空使おうか。悟空使います。悟空で悟空。せっかくのコラボですね。来訪者がいる倉庫？一つ目から砂漠。ああ、砂漠嫌いだもんね。皆さんいらっしゃいませ。のんきに来やがって。まあ、意識と記憶は共有してくださるので、同一人物、同一女神と思ってくださって。同一女神。おいおい。さらっとすごいこと言うな。何の倉庫なの？最有機の倉庫ね。このさ、暑さ、肌に覚えがあるわ。いい加減なこと言うなよ。当たりです。マジかよ。どの砂漠か分かるようになったか、こいつ。言っといて私はびっくりした。すでにもう彼女はこの倉庫に干渉を始めています。悟空は女の子です。悟空？悟空どこにでもいるからね。おっと、こっちの倉庫の悟空と、
ハチッとやるかと思ったら飛んだ拍子抜けだな。いや、俺が強すぎるのかな。悟空舐めんじゃねえぞ。せい、でん。あー、なるほどね。でんなんだ、こっちは。うわー。あれは悟空？もう接触してしまったか。うんうんうん。やってくれますね。このシェイの声、かわいい。しっかりしなさい、傷は浅いわよ。抜かったぜ、卑怯な手段使いやがって。卑怯な手段一体何をされたの？やってくれるじゃないの。何したんだ。出たー。何もしないの。てかそいつがほとんど反撃しねえから一方的にボコる感じになっただけだぞ。なんだあいつ、めっちゃこのワンピースのサンジみたいなキャラになってた。女は蹴れねえみたいな。おいおい、エロザル。確かにこの服心配だよ。どうしよう。そこら辺に転がしておきなさい。ほっとけばそのうち目を覚ますでしょ。扱いな。そこのやつがヘナチョコすぎてウォーミングアップにもないらしいね。連戦 OK だぜ。勝ってこいよ。イロカにはかからないわよ。ゲシゲシグフ。ちょっと待って。覚悟しなさい。かかってきなさい。ゆるくなったな。なんかあなたの願い叶えに来たよ。グフ使おうか。グゼー、悟空の必殺は強かったんだよね。ひざまずきなさい。やばいよね。武器使えと思ってたわ。ひざまずきなさい。ひざまずきなさい。また来年もよろしくね。気持ちよく負けるな。ふふふ、口ほどにもないわね。ふふふ。ナンセンス。なるほどね。あ、肩できすのか。ふふふ。この世界の最有機の倉庫の主役ってこと？最有機ではない物語の悟空なのです。あら。どういう意味？チャクラパンク、ウードレガースの主役なんでわからん。おっと。本当そうだね。これはこれは見たことないな。あ、そうなんだ。異国のものか。なるほど。そうか、そういうことか。それが異なる法則の世界ってことなんだね。はあ。どういうことかしら。そうだね。確かに女の子の悟空いたわ。ストーリーテラーすらいないのです。運命の書も存在しません。空白の書とかそういう次元ではなく、生まれ持って本を手にしていないのです。全くの別物だな。クリエイターと呼ばれる者たちがいます。彼らは既存の物語を原点とし、新たな物語を作り出す。へえ。アカシックリコードってそういう話なんだね。うんうんうん。踏み込んだ事情まではわかりません。それが悟空だって悟空じゃないの意味はね。彼女たちは私たちの知る物語の制約も少なく、それに強力な力を持ちます。勘弁してくれよ。確かに。負けは負けだ。見るのに逆に好きにしよう。君に危害を加えるのが目的じゃないんだ。あー。任せて。元の世界に返すために来たんだよ。敵じゃねえってことか？ふんふんふん。よし。分かってくれるか。話の分かるやつだ。あと二人ですね。じゃあどんどん行きましょう。来てはー。これ来てはーってワープした。別の倉庫に私に任せるとして、私は帰ってしますか。こっちゆっくりする気だな。帰って。オイラは一体何を。
夢だったのかな、なんかすごくおいらこ悩みの超美少女と会ったり話したりしてきました、ね、我が弟子孫悟空よ心配しましたぞそういえばこいつの悟空はこんな感じだったね可哀想。それちょっとさ、嬉しいって気持ちになるわ。可愛い子いたみたいな。ふんぬ。二人ともいいキレッキレの大胸筋じゃの。最悪だ。やだね。はい、アメリカ行きたいと思います。